フォーラムシネマネットワークは山形県山形市に本部を置く日本の映画工業会社である株式会社フォーラム運営委員会が運営する映画館ネットワークである。運営するすべての地区において市民の出資を集めて開館する珍しい形の設立形態である。山形には大手映画会社の直営館はあったが映画好きが求める作家性の高いアート系の作品は東京まで行って 見るしかない状況にあった。そんな中、1979年に山形へ、エアイレンという自主上映サークルが生まれ、月1回、見たい映画の上映会が開かれるようになった。そこから、自分たちの映画館を作ろうとの機運が高まり、山形大学を卒業後、映画館に就職し、運営ノウハウを学んだ長沢裕二らが中心となり、出資金を募り、 1984年1月フォーラム山形が設立され、7月に山形市大手町に映画館を開館する。その後、東北各地などにネットワークを広げ、映画館空白地にも映画館を建設している。かつてはフォーラムと地域名が最初に来ていたが2009年に現在の名称に変更された。シネマに魅せられて奥深さ味わえる環境を、 読売新聞山形版。オリジナルの2014年3月11日時点におけるアーカイブ。 https://web.archive.org/.web/.20140311080014/.http://www.yomiwili.co.jp/.e-japan/.yamagata/.kikaku/.065/.htmhatab. ねほりはほり。 市民の映画館35年今後の抱負は朝日新聞デジタル。httpww. 朝日 .com エリア山形アーティクルズ MTW 二 k 200兆3160億6024万1 HTML 2020年4月28日閲覧47ニュースフォーラム東根にシネコン建設11月開館を予定 広域的集客見込む山形新聞2010年5月24日。ありがとうございます。